その仮面、それでこそ隊長。さあ殺しなさい私を。おい園原、撃墜王同士で争う時は昔から決まりがあったはずだ。いえ、あの言葉を。そうね、かけるわ星を全て。ああ、僕もかけよう全て。始めましょう、先輩。ああ、園原。撃墜王同士の戦いを、どちらかの息の根が止まるまで果てしなく続く殺し合い。プリンなら大丈夫よ。そうでしょうか。だってあの人のカウント3万2000もあるのに、リヒトーさんのカウントは5700しかないんですよ。プリン！リヒトさん！やられるはずないっすよ。そう簡単に。ずっとおかしいと思ってたんす。プリンの兄さん、あの時チェイル中尉と互角に渡り合ってたじゃないっすか。5700と12500。カウントに倍以上の差があるっていうのに、ありえないんすよあんなの。だったらどうして。考えられることは一つ。そうなんでしょう姉さん。プリンの兄さんは力を隠してる。リヒトンさん。
これが撃墜王よ。これこそ伝説の撃墜王と呼ばれる人間たちよ。隊長、私の弾丸はあなたをどこまでも。圧倒的っす。信じられない。こんなのってリヒトさんじゃない。みんな今すぐ逃げなさい、リヒトから。リヒトが言ってた、撃墜王は力を引き出せば引き出すほど別の人格に支配されてしまうって。別の人格？そうよ、殺意、シュメルマンに支配されてしまうって。シュメルマン？今のリヒト、みんなの知ってるリヒトじゃない。今のリヒトは疲れ果てて眠るまで敵味方問わず殺戮を繰り返すだけの化け物よ。彼女もまた何倍もの力を引き出す代わりに別の人格に支配されていた。ようやく本来の彼女に戻ったのよ。ここリヒトが言ってた、撃墜王の中に最後まで一人も殺さなかった女の子がいたって。とても怖がりで役立たずって言われてたけど、他の誰よりも優しい子だったって。やつら許せない。彼女に薬を打って無理やり力を引き出したのよ。リヒトにぶつけて昔の化け物に戻すために。奴らが おい園原何を泣いている。今は戦争中だ。リヒト先輩、私は相変わらず使えんメガネだ。やめて、プリン。貴様も敵か。あ、敵か。よせ、兄さん。貴様も敵か。
は殺す。敵は殺す。殺す。敵は殺す。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 ダメですよ、リヒトンさん。離れて、ヒナ。お願い、正気に戻って、リヒトンさん。そうか。貴様は敵か。私は今から先輩に殺されるんですね。やめて、もうやめて。それで構いません。だって私たち撃墜王はたくさんの罪のない人々からたくさんたくさん奪ってきたんですから。でも一つだけお願いがあります。私が死んだ後でいいから。もう一度だけ、もう一度だけ私の。敵だ。敵は殺せ。やってみろ、リヒト。邪魔をするな。ごめんなさい。もういいですから。お前、ごめんなさい。私があなたを撃ってしまったから。だから邪魔をするなと言っている。二人とも危ない。いい加減にしろ。俺の鉄は俺の信念そのもの。トムホーでは切られたが、今の貴様には信念を感じん。黙れ、信念なき刃で。黙れ。俺の鉄は切れん。敵は全員殺せ。一人残らせ、すべて殺せ。黙れ、アホ。こんなものが
様の本気か。自分を慕う部下に狂人を向けるのが貴様の本気か。別人格とやらに支配され溢れ出る殺意に抗えず泣きながら刀を振るうのが貴様の本気か。これは戦争だ。戦争は敵を殺さなきゃ終わらない。私が一人敵を殺せば誰かが一人殺さなくて済む。殺す敵が一人もいなくなれば誰も人殺しにならなくて済む。私が敵を皆殺しにすれば大事な仲間たちが人殺しにならなくて済むんだ。だから僕が。リヒトさん、泣き言を聞く気はない。だがそれが貴様の本気だというのなら、俺は俺の信念に従って貴様に礼を尽くさねばなるまい。ああジェイル。全力で来い、リヒト。これが俺の本気だ。目は覚めたか、ドアを。ごめん、みんな。あの子、ボーガー！ありがとう。昔々、ウサギとカメがいました。ウサギはある日カメに言いました。お前は本当にのろまだね。するとカメは言いました。じゃあどっちが早いかあの山のてっぺんまで競争しようよと。そうして二人はかけっこをしたのですが、ウサギは全力で走り、とてもカメは追いつけません。そこに魔法使いが現れて、亀にこう言いました。私の血を飲めばウサギなんかよりもっと速く走れるよ。亀はどうしても追いつきたくて魔法使いの血を飲みました。それからどうなったの？ねえねえ、それから？魔法使いの血を飲んだ亀は目にも止まらぬ速さであっという間にウサギに追いつき、ウサギを殺しました。失礼します。失敗かね。思わぬ伏兵がいまして、
園原少佐までも正気に。申し訳ありません。気にすることはない。どうせ逃げられはしない。私は魔法使いだからね。早く私の可愛い亀に会わせておくれ。了解です。シュメルマン元帥閣下。皆さんお待たせしました。次回のプランダラはおさわり祭り。触って揉んで触れて撫でてめでる。最後の最後に戻ってきた真のプランダラ。私も頑張ります。おお。次回とっておき、私のとっておき見てください。